プラズマビジョンは富士通ゼネラルが1993年から発売開始したプラズマディスプレイ、プラズマテレビのブランド名。1993年に発売された PDS-2100 は富士通製のプラズマパネルを搭載した業界初のフルカラープラズマディスプレイである。さらに同年12月発売の PDT-2100 は 世界初のプラズマテレビであり価格は125万円であった。1996年には世界初となる42インチフルカラー PDP を開発。1997年11月には富士通ゼネラルが民生用42型ワイドプラズマテレビを世界で初めて発売した。また、業界初の1チップデジタル LSI 化した。 プラズマディスプレイ専用のフルデジタル処理画像エンジン AVM を世界で初めて開発、搭載するなどプラズマディスプレイにおいては先駆者的存在である。2002年にはプラズマディスプレイとしては世界で初めてエミー賞を受賞した。プラズマビジョンのテレビとしてのシェアは日本国内や海外においても決して高くないが、これはハイエンド機種のみに絞っている関係であり。 量販店などでは販売されないためである。そのため、オーディオショップなどで販売されている。民生用、業務用とも現在は4 2五5 0ト5 5三6 3ト型がラインナップされているが、国内向けモデルでデジタル放送対応機はない。2007年2月には、ハイエンド向けの新ブランドとして、a b a b i a m シリーズが北米を皮切りに発売される。 しかし、業績不振のため、2007年12月27日に、今週マー向け映像事業からの撤退が決まった。これにより2008年3月に製造販売が終了し、現在はサポートのみを行っている、他社製テレビのブランド。ありがとうございます。